刀剣男子の先輩たちもですね今回の,その歌舞伎化っていうのをすごい喜んでくれてましてちょ顔が長いっていうこれだからエゴサーチはやめられないなと思いました <laughs> こんなにおもながだとは思わないですけどねいやねいや本当にはいありがとうございます嬉しいでしょうか <laughs> あのー、まあ2.5次元でえー されてきた中でも、まあ、僕も他の舞台でご一緒した高橋健介君ですとかスピさんだとか有沢翔太郎君だとかいわゆる刀剣男子の先輩たちもですね今回の歌舞伎化っていうのをすごい喜んでくれてましてやっぱり歌舞伎らしさとか歌舞伎とは何だってことを頭に置きながら自分たちもやってきたところがあるとでこの今回この歌舞伎化するっていう歌舞伎役者たちががっつり歌舞伎をやる。 えまあそれをやられたら俺たち困っちゃうよっていうような舞台を作ってほしいっていうふうにあの期待してくれてえ背中を押してくれてるところもありますんで「東京ファンの皆さんもお自分たちもなんかこう。 変に寄っていくわけではなくて、えー、自分たちが知ってる歌舞伎らしさだったり歌舞伎の手法歌舞伎の様式、えー、というものをですねせい、えー、堂々と貫くことで大いに受け入れていただいて、えー、噛み合わせしっかり噛み合った上でえで、ー、盛り上がっていけるんではないかなというイメージの中で、えー、今向き合おうと思っているところです。はいえーまあ、あの原作から歌舞伎の,よあの雰囲気に 置き換えるのはすごくとてもナチュラルにできるキャラクターだなっていうふうに自分自身も思ってましたけれども、えー、それぞれの、まあ、職人たちがですねすり合わせてくれたおかげでとても僕自身も、えー、自然な歌舞伎風のこぎつねの紛争ができたなっていうふうにビジュアル撮影の時は思ってビジュアル解禁してからも改めて見させてもらってなかなか。 いい感じなんではないかなというふうに思って、えーまあ、SNS の反応なんかもいろいろ見させてもらって、えー、とても皆さん喜んでいただいてたんでよかったなとただ一つ気になったのはあの、まあ、ちょっと顔が長いっていうあの顔が割と重長だなっていう評判の方がありまして、えー、それはちょっと <laughs> なるべく気にしないでもらいたいなと。 思っている中でですね、えー、一人の方がですね、右、え、近、ー、さん、顔が長いけれども、えー、踊りもお芝居も達者で確かな歌舞伎の腕がある俳優さんなのでお芝居を見ているうちにそれは気にならないと思いますっていうコメントがあったんでこれだからエゴサーチはやめられないなと思いました。エゴサーチたんですね、ありがとうございます。はい、なな気ににならないい。で皆ささん、<laughs> 見に来てください <laughs> そんなにおもな長だとは思わないですけどね。いやいや、本当に本当に。まあ長年一緒にいますからね、もうわかんなくなっちゃってるのかもしれないですけど。話 <laughs> <laughs> しちゃってる。<laughs>